今回は暇だったので、そろそろ配布される総理主席の育成について考えてきました。今話題の総理主席の恩返どっちがいいのか問題をはじめ、サブステの優先度やモチーフ武器以外の武器がどれだけゴミなのか、どっちの上昇率はどんなもんなのか、などこれらを中心に共有していきたいと思います。それではよろしくお願いします。まず恩返ですが、電動か攻撃の2択で、電動にする場合、コスト3は攻撃と属性が計算上では一番火力が出ました。ただそれ以外も、そんなに差がなかったのでサブステが良い組み合わせを使ってください。攻撃5セットは、属性2つが1強だったので、属性2つの方がいいです。さて巷では、総理主席の恩返は、電動か攻撃で意見が割れてるようですが、私は電動の方が優秀だと思います。計算によると、電動5セットでコスト3恩返を攻撃と属性にした場合、4% ほど攻撃5セットより強くなりました。これは、モチーフの共鳴解放爆の影響を受けた技の火力の比較なんですが、それ以外の技でも、電動5セットの方が 5% ほど強くなっています。今紹介した2つのパターンが総理主席のダメージの大半を占めるので、電動5セットと攻撃5セットの総合的なダメージ差は 4.5% くらいになると思います。おいちょっと待てと、総理主席は解放後に銃撃が使えなくなるから、電動5セット効果の銃撃条件を満たせないじゃないか。だから電動5セットを最大限活用できないだろ、と思った方、私も初めそう思ってましたが、シンプルに共鳴解放を打つ前に、銃撃からスキルを挟めばいいので、条件は全然満たせると思います。バフは15秒しか持続しませんが、頑張れば15秒以内に、総理主席のキューブを3個消費できるので、ここもあまり問題ないと思います。なるほど、じゃあ火力出したいのなら電動5セットの方がいいのか。いや待てと、攻撃5セットの収装 60% ダメージアップを加味したらどうなるんだ、と思い計算してみたところ、電動5セットコスト3攻撃属性と攻撃5セットコスト3属性2つで、ダメージの差は約9000ほどありました。これは正直かなり大きい数値だと思います。というのも、電動5セットが攻撃5セットと9000ダメージの差をつけるには20万ダメージを稼ぐ必要があるからです。電動5セットが20万ダメージを稼いでやっと攻撃5セットと9000ダメージの差が生まれます。収装の9000ダメージ差はこれくらいの価値があり、仮に電動が20万稼ぐよりも早く収装を使えれば、火力面では攻撃5セットに分があるように思えます。ただこれは単純化した条件の下での予測なので、参考程度にしてください。これを突き詰められるほどの脳みそは持っていません。ではなぜ、これを加味しても電動の方が優秀だと思うのか、について説明します。それは、攻撃5セットが、スワップ運用と相性最悪だからです。こちらの動画でも紹介しましたが、総理主席は、クイックスワップができる技が意外とあるので、調理先生みたいなスワップ運用をするとなると、攻撃5セットの効果は発揮しづらくなります。あまりスワップを考えない運用なら、攻撃5セットでも電動5セットでも、どっちでもいいと思いますが、私はスワップしまくって、うますぎワロタをしたいので、攻撃5セットはボツにしました。というか、リーク見た時から電動で厳選したので、今更攻撃になんて戻れません。さて、次に電動のメインですが、雷雪の鱗か浮遊輪機がおすすめです。雷雪はバイクと同じ感じで使えるのがよく、浮遊輪機はキャンセルとカウンターが優秀ですが凝縮ダメージなので、一部バフが乗らない点に注意です。攻撃5セットはアボミ一択だと思うので省略。補欠に経由を置いていますが、これはあんま強そうじゃないので、何も計算してません。さて最後に、恩返の計算で使った条件や式を投下して、恩返の紹介は終わろうと思います。次におすすめのサブステですが、こんな感じだと思います。ここで補足しなければならないのは、共鳴効率と通常攻撃バフで、共鳴効率は、もしかしたら A に昇格するかもしれません。これは実装されて、ローテを組んでみないとわからないので、一旦 B に置いています。次に通常攻撃バフですが、これはもしかしたら、ゴミに降格するかもしれません。調理先生の時もそうだったんですが、ローテを組んでみたら、通常攻撃を全く使わなかったというパターンがあり得るからです。サブステ優先度は、以上になります。次に、モチーフ以外の武器がどれだけゴミなのかを説明します。まず、両者の武器バフが最大限発揮できる条件での比較になります。具体的には、総理主席が解放を使って、洞察状態に入り、共鳴解放判定の技を使う時の比較になります。これが、総理主席の一番のダメージソースになるので、この結果は重要です。それでは、第1ラウンド、モチーフ対ラジオ武器貫突の結果です。
ラジオブキさん解放後の共鳴解放判定の技すべてにおいてモチーフ武器の 81% しか出せないという結果になりました。貫突してるのにこの様です。ゴミすぎて話になりません。次にラジオ武器接待の条件での比較になります。具体的には総理主席の解放を使う前の強化スキル応答と強化空中攻撃の比較になります。この場合ラジオ武器の解放バフのみ発動しモチーフは発動しないので、ここでどれだけ差をつけられるかが重要です。それでは計算結果になります。なんとラジオ武器さん、この条件ならモチーフ武器より 1% だけ強くなることが分かりました。 1% ですが勝ちは勝ちです。そしてファイナルラウンド、両者の共鳴解放バグが乗らない攻撃での比較になります。結果は目に見えていますが、せっかく計算したので共有します。なんとラジオ武器さん、この条件だとモチーフの 78% しか出せないことが分かりました。ということでラジオ武器は貫突して接待条件で比較してもモチーフより 1% しか強くならず、その他の条件ではモチーフ武器に大きく遅れを取る武器だということが分かりました。性能の時点で論外ですが、そもそもラジオ武器を貫突してるくらい納税してる人ならモチーフくらい取れるはずです。こんな武器は総理主席にはふさわしくありません。次にモチーフ武器対工場の拳ですが、これもまず第1ラウンドは解放後の共鳴解放判定の技で比較します。工場の拳が負けるのは目に見えていますが、どれだけ差を開かせないかに注目しましょう。それでは計算結果になります。なんとこの条件だと工場の拳はモチーフの 76% しか出せないことが分かりました。まさかのラジオ武器以下、ゴミもここまで来たかといったところです。次にモチーフの解放バグが発動しない条件での結果になります。さっきの第2ラウンドと同じ条件です。こちらが結果になります。なんと工場の拳さん、解放バグがつかない条件でもモチーフの 94% しか出せないことが分かりました。今のところラジオ以下ですが大丈夫でしょうか。さすがにまずいので最後に工場の拳接待の条件で計算します。つまり通常攻撃と共鳴スキル、基礎演疫法と一層満種、これらの火力を比較します。これらには工場の拳の 10% バフは乗りますが、モチーフの解放バグは乗りません。さすがに勝てるでしょう。それでは計算結果になります。ということで武器はモチーフ一択ですと言いたいところなんですが、バージョン 1.3 のショアキーパーに石を残しておきたい気持ちもわかります。石に余裕ない脱税プレイヤーなどは泣く泣く我慢することになりそうです。ただ総理主席のモチーフは汎用性もありそうな性能をしているので、できる限り引くことをお勧めします。ちなみにこれらが計算に使った条件や式になっています。次に凸の成長率についてですが、まず1凸の卓越した教え子はこう書いてありますが、要するに魔法の法則の合計威力が 944% になるということです。凸前の倍率が 638% なのでめちゃくちゃ強くなります。1凸でこれは化け物です。解放後の爆発力が一気に上がるのでかなりおすすめの凸になっています。魔法の法則は解放後の強化状態中に3回使えるので、1凸してるのとしてないのとでは強化状態での火力倍率が 900% も変わってきます。次に2凸の先駆けの足跡ですが、これはシンプルに常時繰りだめ 30% バフになっています。一応8秒の制限時間がありますが、総理主席のスキルはどれも CT が8秒以下なので切れることはほぼありません。3凸の戸籍の残り名は総理主席の共鳴スキルを全て強化するものになっています。これにより1凸が再び強化されるのではと思うかもしれませんが、残念ながらそれはなく、これは言い換えれば総理主席の共鳴スキル全てにダメージアップ 63% のサブステがついたものと同じで、スキル自体の倍率を強化するものではないです。なので当然1凸効果に影響はありません。次に4凸の再構築された体は文字通りの効果です。これも言い換えればパーティー全員に解放ダメージアップ 25% のサブステを付与するのと同じです。5凸の星々の最果ては収葬の倍率が 237% から 459% になり、解放の思考の羅列の倍率が 1466% から 2932% になります。 2932%、 これは今時の最大ドラゴンビームを400% 近く上回る倍率になっています。また収葬の倍率もかなり強化されるので、攻撃5セットと電動5セットでの収葬のダメージ差は2倍の1万8000ほどになります。最後に貫突ですが、また魔法の法則を強化するものになっています。これは3凸とは違い、ダメージ倍率そのものを強化するので1凸効果にも影響があります。魔法の法則自体の倍率が 638% から 1123% になり、1凸効果と合わせると合計 1662% になります。これは消滅
漂白者の解放倍率より少し高く、それを3回ポンポン受けるというものです。ぶっ壊れているのがよくわかると思います。一突とモチーフ武器ならどっちがいいのか問題ですが、絶対にモチーフ武器を取った方がいいです。確かに一突してるなら、魔法の法則の火力は無突モチーフより 12% ほど強くなりますが、他がゴミみたいに弱くなりますし、そもそもすり抜けたら目も当てられません。なので、おとなしく確定で引ける武器を取ってください。武器がすり抜けないのは、間違いなく黒ゲームズからのメッセージです。一突の成長率は以上になります。最後に、相性の良さそうなキャラですが、これは調理先生とタオキが相性いいと、実装前にみんなが思ってたけど実際は相性最悪だった事件から学んで、実装されて使ってみるまで何も言わないようにしたいと思います。それでは今回はここら辺で終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。何かあったらコメントください。